いよいよ今日は13回目ですね。あと残すのに3回なんですけど、今日は、連続スペクトルというのがですね、どういうところで出てくるかという話を少ししてですね、固有値ではないんだけど、無限次元の空間で定義されているので、単純なオペレーターでもですね、割と重要なものが、固有値固有関数という形ではないんだけども、ちょっと不思議なことが、連続スペクトル、デュアルスペクトルもそうですけど、連続スペクトルが出てくることがあります。それはね、割と有名な1をかけるっていうサイエンスを、これはすでに例えば1が区間 AB 上にあったら、その AB の中の2のラムダっていうのは、どういうことですかね、その X ファイイコールラムダファイみたいなんですよね。それは逆は X で、それレゾルベントのようなものを書こうとすると、要するにその1引くラムダ分の1みたいなんですね。でそれは X がラムダのところで比喩化になるわけです。で、そうするとですね、その区間の全ての点で、比喩化になる点が出てくるから、そこではその固有値ではないんだけども、レゾルベントとしても比喩化になる。それがもともとの連続スペクトルが出てくる発端です。ここをちょっと詳しく説明して、で、そういう連続にスペクトルが出てくるような場合については、単位の分解、遮影についての単位の分解を行って、それをもとに、スペクトル分解定理を証明すると。ちょっとそのいくつかお題を飛ばしますけど、興味を持ったら、これは参考文献いろいろ上がってますので、いろんなものに書いてありますね、あげたやつ。吉田先生とか加藤先生とか、吉田先生、増田先生とか、小谷真一、和田の人、行先生の微分方程式とこういう関数展開、これを割とちゃんと書いてあるような気がしますね、スペクトル分解。小谷先生が確率論の方なので、メジャーが詳しい、というか確率ってメジャーそのものなので、大きさは全トータルサイズは1にしたものですよね。だから非常に詳しく書いてあるから、興味持ったらそういう本で勉強してください。ちょっとそのあらすじというか、連続スペクトルの由縁みたいなものを、お話しして、そういうものが出てきた時のスペクトル分解を、一般の有解線形作用素が自己共約な一般の有解線形作用素、コンパクトじゃないですね、コンパクト性を壊れた時にもそういうことができるというあらすじをお話ししようと思います。で、今言ったですね、
強い人なんですよ。これはどこでもいい、1、2でも3、4でもなるんですけど、まあ、まず、まず、で、こうするとすると、絶対値は、それより小さかったですから、こうなって、そうすると、インテグラルの、なんだ
まあ、このさっきやった計算から何だったかね、で逆の公式はですね、まあね、0、1回で取ったということは聞いたんですけど、別に2でも3でも何でもいいんですけどね、誘拐だった時とか、それをオペレーターの時は最大値みたいな。
これはそうですね。
械が経済で、T と K、まあ、T は0時間ですけど、これ常に成り立つからね、常に成り立つから、2位の T に対してこれが成り立つというのは、これ逆はあるんだけど、T が K のところに加算してるわけです。そういう意味で、非常にシンプルな例だけど、有解、これ自身は有解だけども、逆もあるんだけど、逆は非有解。それが連続スペクトルの定義ですね。0、1のほとんど至るところで0になっております。ちゃんと議論することになるわけですけど、やってることは、でこういうのは考えてみればこういうの位置をかけるっていう関数で、そういうのにこういう矛盾を導くのが非常にこう無限にあるということが、ゼロ時間でその連続無限に無限があるということを知ってますので、有限式ではこんなことできないです。ちょっと考えてみると分かると思います。どう言えばいいのか、そのここをかけるわけですけど、ここの
がならないんだけど、H マイナス K0 の Y0 が Y の Y0 となるようには取れるわけですね。これ上手く高さ調節したりしてやると、これは要するに t かけるんです。t が k の相でだけ値があって、あとはベタベタだと、その大きさ、エプション、幅エプションで、ね、で、あとその、こういう関数は消えちゃうんだけど、これいくらでも小さいエプションについて取れるので、なんとなくこういう関数っぽいものは、そこで遮影を、部分空間を考えるんですね。これはこっちのリアルで、FT はほとんどゼロ。ラムダより大きい t のゼロの数はゼロ一ですよ。ゼロ一、ラムダはゼロ一の中に。それを固定して、そのラムダより大きな t についてはベタッと0になっているような、そういう関数ばかりを集めるといいと。要するにそこを遮影しちゃうことですね。だから単の無限、連続無限とあるその点そのもの一つ一つを何とか最初みたいに持ってるんですね。遮影だと考えるときは、そうするとその直行する部分空間が連続無限とこうバラバラってないんだ。連続無限になれないからとかちょっとでもずれるから全部直行する。ちょっと不思議な状態になりますね。これはですね、もちろん。LXY の変動動作ですね。この証明は編集モードレポートに書いてみてください。この正解です。こういう位置じゃないよ、スペクトル、連続スペクトルについてのスペクトル分解。
思議な感じですよね。不思議ですよ。で、
ってても何言ってるか分からなかったので、まあ、でもこういう好きな人いる。僕はこれね、ちょっとこういうこうやってみようと思って、昔のノートに繰り返す。まあ、細かいところ忘れてることはもちろんあるんだけど、一度分かってしまうとですね、しばらく忘れずともまたノートの量を思い出します。だから一回なんか、あ、なるほどと思うまで勉強したらいいと思います。その後別に忘れたっていいんだけど、必要だったらこと思い出します。どこか。まだテーブルの中からあるじゃないですか。これ全体で、ね、やるんですけど、まあ、誘拐区間の場合はその誘拐区間の外側を全部左側はされる、右側はアイデンティティーだとすればいいんですけど、とにかく最初作でこれはいいですね。ここから、簡単な環境に入りますけど、
こら以上というのはその完全に出たと全部出るんですね。これ0勝負で、この大小関係っていうのは、この対応する平衡の空間の方角関係でいいです。全部直行したいです。もちろんそのなんか JRT 変な JRT 入れて直行しないようにできることやることはできるんですけど、ここでやりたいのは自己教育サービスのスペクトル分解なので、それに、役立つような社ヘーブルの空間の列とそれの社員の列を定義する。より大きい区間への差へって、その外側、だからそれは方眼関係らしいです。要するにちょっと大きい差へっていうのはその分だけのもゼロのしない成分が、成分の値が持ってる。で、引き算考えるんですね。ちょっと休憩。じゃあ13回目の交換いきます。こうなんですけど、どこまでやったっけ？こう。何がこうとかいう。そうそう、サイド列をね、平面空間の列、直行する平面空間の列を入れて。社員の系列を考えたんですね。でだからいつもこう連続離散のものっていうのは各点各点になんか単位のメジャーが載ってるように思えばいいんですけど、こう連続変数に拡張するときっていつもその連続変数の一点って大きさがないので、そこで何かできないわけですよ。大きさっていうのはそこ一点に何かできないんですね。そう簡単にね、ベタベタくっついてる。それでそれいつもやるのはそのあるとこから下のところっていうのを全部とか上でもいいんだけど、上全部なくしてあるものの列を考えて、でその差の薄いウェハースみたいなものを考えるんですね。でそれはそれはリーマン積分もそうだったし、ルベル積分もこの横に分けるんだけど、その同じようなアイデアとしては同じようですね。そのそういうふうに分けて置いてやるっていうか、何をやるのか。それそういう何かある幅があるものを考えて、その列を考えて
さが薄い、さが薄いものができて、その薄さが無限小の極限を考えるんですね。そうすると一点のものをなんか無理やり考えたような感じになるわけです。リマンセリングもそうです。あの分点は等分でなくてもいいんだけど、その分点の最大値がゼロの幅の最大値がゼロになるような分点を何でもいいか考えて、で代表点のちょっと薄い感覚を考えて、それがあの極限の、個数が無限大で、幅がゼロになるような極限を考えて、それがちゃんと収束すればどんなあの分点の取り方に対してもそのマキシマムが全部一斉にゼロにいくような分点であればきちんと有限な値で収束すればそれを積分な値で決めるんですが、リーマンセリングですね。あの例のこの加速集合を考えていて、その上の関数について横に分けて、そのまあまあいいかと。まあメジャーの話も基本はレギュラーの攻撃がきちんとやってるはずですので、やってるはずというかやってるんですよ。ただ広島大学はそういうのをきちんとやる好きな人いっぱいいるので、やってないものではないと思います。まあだからこういうちょっと上部構造だけを気楽に物語れる。これこんな攻撃だけじゃダメなんですよ。あ、そうですね。ちゃんとやってる人がいて、本部ちゃんとあるという状況のことでちょっとお話を伺っている感じです。興味を持ったらもう一度書いてくださいね。見て、まあでお話したい、その考えですね。これは、ラムダとミュー、まあミューとラムダ。直感的にどういうトランプが挟まれたのか、意外な対話するで、これを考えるね。
これで大体チェックですね。ラムダ J は確定。
点がヒルベルト空間上の関数。で、これじゃないとダメだろうなっていうのは今口で言ったようなことです。点を決めることじゃないと、危ない点に近づくほど収束が悪くなるので、このぐらいの強さの収束。で、練習を始めるんですけど、これが線形サイズまで。
日本の時ですね、サイドロックがありまして、なんか過去の世代をサブにしたんですけど、いろいろ世代だけどもあんまり気にしないで、なんかちょっと言語を作った時期にズレがあって、本当かどうかとか
して、これを返してる数学というのは定理をきちんと理解していれば、それは例えば犬の分解って名付けたわけですね。困らないわけです。数学じゃなくて定理の方が大事で、なんそれにどういう名前をつけたか、その理解するときもちょっと助けになるけど、全然猫の分解でも犬の分解でもなんでもいいんですよ。ただアイデンティティを犬でやる人は親子だと言ったら、それはそうですよ。定理がThank you.
絞ったらコンパクトではないと思うんですけど、コンパクトでないよう、一般スペクトルに置き換えているということは別の定義のことを指しているので、こういうことでうまく面積が定まるものだけだけどね。
そうするとリーマンよりもルベールのやり方の方がいいって気づくとか、そういうことの繰り返しになったりです。ルベールのやり方だと、多足関数のうちなんですか、積分がルベールの呼びで定まるものっていうと、適当なフレーズの性は全部許されちゃうんでね。
で、あの一般のトルコンパクトじゃない。
前ね、理想的なコンパクトな場合を含むような特徴ができるんですけどね、その場合はその理想的なカプテンにメジャーを担当されて、まあ、見分かりますからね、ちょっと微妙なところ、まあ、有限規定だと有限とかだから、それでいいですよね。じゃあ、多分、まあ、今はこの場合でどうかどうしましょう。ここで切り替えたのは A B で、これどうするかって見ようなんですけど、ただこのパーティーとしてはこれでいいか、で、まあ、無限区間にそのままを分けてやることもできるんですけど、今は有限か、その時はマイナス無限大から無限大までの長さが無限大になるので、ちょっといろいろ崩れるんです。で、そのためのいろいろな準備というか記号が反物なので、興味あるんですかね、参考文献読んでください、ちゃんと書いてあります。全部で90分です。2分ぐらいしか5分で喋れたらいいね。5分ですか。少し濃いですけど、最初に。ちょっとね、よし、ここまでにして、13回目の講義はこれでおしまいです。この照明から14回目やって、少し、今度は半分の話へ進もうかなと思いますね。固有値問題とかね、時間判定問題ってものすごく関わってるんですが、それは最初の固有値問題とね、その固有値の5人の方ですね、常備も方程式なので、その固有値の方向に、例えば対象行列だったら実対象行列で表されてるようなやつだったら、固有値の方向に伸びるやつの合わせ技が全体の判定方程式だから、固有値問題と判定問題って非常に密接に関係してるんですよ。